アントワーヌ三世、アジェノールとグラモンは、フランスの貴族、軍人。グラモン伯爵及び、ギーシュ伯爵。後グラモン公爵。1641年には、フランス元帥となり、ナバラ王国トベアルンの総督、バイオンヌの知事にもなっている。グラモン元帥グラモン伯爵は、南フランスの名門貴族の出身だった。ディシュリュー数奇鏡に対して、忠実に仕えた。ある グラモン伯爵が酔っ払った際、自分にとっては国王や王室よりも数奇教の方がずっと重要だ、という趣旨の発言をしたこともあると言われている。そして1634年、グラモン伯爵はリシュリューの名と結婚している。30年戦争では幾多の手柄を立て、1641年9月22日にフランス元帥へ昇進している。さらに、グラモン伯爵と その相続人は、公爵の爵位を与えられた。1653年には、大臣となり、1657年には、フランクフルトアムマインの議会の大使となった。さらに、1660年には、ルイ14世と、スペイン王女、マリー・テレーズ・ド・ドリッシュの結婚についての許可を得るため、スペインに派遣されている。死後、グラモン元帥の改装録が息子。 アントワーヌ・シャルルにより出版された。エドモン・ロスタンの戯曲、シラノ・ド・ベル・ジュラックには、主人公、シラノの恋敵として登場する。初期は傲慢で公職な人物として描かれ、シラノとクリスチャンを亡き者にしようとアラスの包囲戦に、出兵させるなどする。しかし、最終的には、シラノの友人となる、ありがとうございます。